はいどうも、みすごちゃ、エルツです。ということで、今回なんですけども、逆転祭、始まりましたね。第1弾は、バトルブースターということで、ちょっとね、遅れてしまったんですけども、新着まとめをやっていきたいと思います。はい。いやー、ついに始まりましたね。で、ちょっと、予想だと、強駒が先なんじゃないかなと思ってたんですけど、順番が前後したみたいで、バトルブースターが、先に来ましたね。なんで、おそらく次が強駒になるのかなと思います。なんで、ここでね、ガチャ引こうか迷ってる人は、一旦強駒の情報を待った方がいいかもしれないですね。はい、ということで、今回の新駒見ていきましょう。はい、ということで、今回の新駒なんですけども、イスゴマ1体、エーゴマ3体の合計4体が登場しますということで、まずはルナフロー。はい、これイラストいいっすね。で、文字の色がね、紫になってると思うんだけど、これ神属性ですね。ただこれは、もともと魔属性で登場する予定だったのか、編集ミスなのかは定かではないですが、まあ、とりあえず神属性というところですね。で、こちら。はい、エーゴマ3体こんな感じでいまして、フィアルラコ、ララウレーラ、シーアの3体が登場しますと。で、このシーアも、竜属性ではなくて、魔属性です。はい。だからそこも気をつけてくださいということで、今回はあれですね、竜属性の新駒はないということですね。神属性2体、魔属性2体となっておりますので、性能を見ていきましょう。はい、ということで、まずはルナフローから見ていきましょう。スキルが次元のリーダー駒ですね。久しぶりですね、これね。神獣条件で5ターン後に5000の雷撃ダメージを与えるというふうになっております。で、コンボスキルがボルトマギアですね。神獣条件で HP 減少してのほどダメージが上昇、最大2800の特殊、減少するほどダメージが上昇、最大4000の雷撃と、なっております。ということで、本当にこの次元リーダーっていうのがね、だいぶ久しぶりですよね。最新が多分ヘイランとか、あとセツナとかになってくるのかな。なんで多分3年とかマジで4年ぶりとかになってくると思います。はい。で、性能どうなんですかという話なんですけれども、まずこのスキルに関してなんですけども、5ターン後に5000っていうことなんで、最速で変置できるのが2ターン目だとすると、7ターン目が、最速で入るという感じになっておりますよと。で、多分次元で比較対象で分かりやすいのはチャージかな。なんでアポロンが近いかなって感じなんだけど、7ターン目で考えたらアポロンは6500出るんで、まあそこはやっぱり雷撃なんで、まあちょっと火力を抑えられてるって感じですね。で、こっからは次元とチャージの、まあ弱点とかについて話していきたいんですけども、次元スキルってね、結構弱点多いかなと思ってまして、まず1個目が対策がされやすい。例えばアポロンとかで言うと、次で7000溜まりますと。最大溜まるぞっていう時に、相手がビーナス打ってきて、うわー半減じゃんっていうね、のがあるんだけど、一応それってさ、回避はできなくはないじゃないですか。一応ね、まあ、ビーナス打たれた、じゃあここ耐えて次でアポロン打とうとか、罠とか防御が来る前に5500とか6500の段階で出しちゃおうっていうのがまあできるんですよね。なんですけど、次元スキルってもう置いたターンから5ターン後っていうのがまあ決まってるんで、で、一応ターン数を早めることはできなくはない。あ、それは後で説明するんだけど、まあ基本的に5ターン後って決まってるんで、何が起きるかっていうと、その発火するターンの直前に周年投影とかマリスバリア置かれたら絶対にそれ返ってくる。 100%。 しかもこの次元の使用上ね、ターン開始時に入るんで、回収してから5000っていうのは絶対にできないんで、100% 返ってきます。まあ、ただこれはね、対策スキルが入ってたらの話で、前の環境ほど多くはないけど、まあ、ただ周年投影結構な頻度で見るからな。まあ、そこだけ心配ですけど、まあ、逆に言えばそれ以外は基本的には大丈夫かなって感じはまあするかな。なんで多分転結が多い補正とかになると、その対策スキル入れてる人が多いから、そこでこいつ使うのはやめといた方がいいと思う。うん、やめといた方がいいね。で、さっき一応ね、そのターン数早めることはできますよってね、言ったと思うんだけど、それがね、ヘイストっていうスキルがありまして、多分最近始めた人は特に、ヘイストって何ってね、なってると思うんだけど、まあ、それもそのはず、最後の実装が2018年なんで、もう、イニシエのスキルと化してますが、ヘイストっていうね、次元ターン数を早めるっていうスキルがあるんですよ、実は。で、持ってるキャラクターで言うと、常設にアクイラっていうキャラクターがいたんじゃないかな。で、あと、イシケ。10日でよくね、見かけるイシケの進化が持ってたりするんだよね。で、そういうスキルがあるんだけど、ただここに関しても、その気をつけないといけないところがあって、ちょっと間違えてたら、申し訳ないんですけど、ヘイストの使用ですね。はい。に関してなんですけれども、例えばじゃあ、このルナフローがあと2ターンで発動しますと。2ターン後に発動になりましたと。で、そこでじゃあ、イシケ、2ターン短縮できます。ここでイシケ置いたら、その時点で5000発火できるんじゃないのってね、思う方いるかもしれないんですけども、発動しません。はい。というのも、このヘイストの使用上ですね、いくら短縮しても、1回1ターンで止まります。はい。残り1ターンって表示で1回止まって、その次のターンに5000が入りますと。
なんでこのヘイストっていうスキルができる仕事はあくまで短縮なんで、発火まで持っていけないんですよね。なんで、まあ、そのもし罠とか魔物の対策のためにこれ入れようとしてる人は、最悪の場合、短縮しますで、残り1になるんで、ここで、まあ、どの道相手にね対策スキルを置く猶予が一旦生まれてるんでね、そこで置かれて返しダメージも返ってくるっていう、しかもヘイストでさ、置くターンで一旦消費してるじゃん、このためにこのために一旦消費したのに、どの道返しダメージが返ってくるっていう元も子もないことになるんで、そこはマジで気をつけた方がいいと。まあここまでが、相手が対策スキルを編成していた場合の、まあ話ですね。はい。なんだけど最近ってさ、雷撃の対策スキルそんなに多くないじゃないですか。まあ周年投矢ぐらいかな。まあその周年投矢が結構な、あの頻度に見かけるのはあるんですけど、逆にそのマディスバリンとかシェルミーナとかはもうほとんど見かけないんじゃないかな。ほとんどは言い過ぎか。あんまり見かけないと思うんで、じゃあ大丈夫じゃないかと思った、そこのあなた。違うんですよ。弱点もう一個ありまして、手駒ロック。はい。手駒ロックですね。これはシンプルに、相手がね、ここで最速変置きをしてくるから、一回ロックで邪魔してやろうって言って、その、レナフルを置くターン数が遅延させられるっていうのが、まあ一応ありますよって話だね。で、神獣で考えた時に、別にアタックも特別低いわけじゃないんで、まあ逆にロックでこいつ出る方がむずいと思う。神獣で考えたら。なんで、まあそういう感じですね、弱点はね。で、しかも次元なんで、あのヒプノスとかだと、まあ、ロックされて後から置いてもダメージそのターンから入るじゃん。5ターンの間1000なんで、まあ、1000ずつ入っていくんだけど、こいつってさ5ターン経過しないと火力一切入んないから、そこまで火力ゼロなんだよね。下手すると、まあ、今リアンツィールがいる環境でね、結構削りのスピードが速いんで、こいつが発火する前に死ぬっていうのが ありえるんで、そこがやっぱ弱点かなと思いますね。以上が、まあ、このルナフローの弱点ではあるというところですね。なんで結論言うとですね、シーズンマッチではやっぱりヒプノスとかアポロンの方が強いという感じにはなると思います。でカップ戦、今回のルナフローですね、神駒のリーダーとしては初のオトギーンを、持ってきてますということで、かなり貴重な、枠になっておりますよというところなんですよね。ただ、さっき言ったようにかなり対策がされやすいんで、で特にカップ戦はね、そういうメタが多いんでね、上位デッキに対して、まあ、メタル駒っていうのを採用する方結構多いんでね、例えば特殊が多い環境だったら鈴鹿入れたりとか、転結が強いんだったらマリスマディンを入れるとかが多い中で、ルナフローが強いって環境になったら間違いなく対策はまあされるでしょうね。なんでそういうこと考えると、対策されやすいんだったら他の安定したリーダー使うわってね、コスト20なんだけどそっちのリーダーにするわっていう人も出てくる可能性はあるんで、なんで、まあ、このイント性能はねめちゃくちゃ強いんだけど、カップ戦においては。ただその対策のされやすさっていうのを考えると、ちょっとどうなんだろうなって感じはしますね。ただ強いことは強いと思います。はい、続いて神の映画もフィアルラコを見ていきましょう。スキルが混合条件で3ターンの間通常特殊を 84% にすると。で、コンボスキルが混合条件の盤面の小物総数8枚以上でアタック 1.6 倍のコンボスキルを持っておりますよということで、まあ混合の締め切りの枠でね、使ってくださいって感じの性能だね。まあ両済みの可能性もありますけども、まあ基本的にはどっちかになると思うね。で、比較していくと、締め切りがスキルが2ターン 75% かな。はい。で、コンボスキルが 60% 以下の 1.8 倍ということで、まあ、こっちの方がヒプノスとかの継続ダメージには強いと。ただ、シェメキリーの強いところって、2ターン 75% なんで、ここをカットしたいっていう時にピンポイントで出せるんですよね。そこは結構強いところ。で、あとコンボスキルは、こっちの方が前半でも発動できるんだけど、シェメキリーの 1.8 倍がシンプルに強いのはある。なんで、まあ、結構難しいところなんだけど、まあ、個人的にはシェメキリーでいいのかなと思うね。HP も1700超えてて、まあ、ここをカットしたいっていうところを重点的にカットできますし、まあ、コンボスキルも HP60 倍以下っていう条件にはなりますけど、やっぱ 1.8 倍がね、結構強いんで、やっぱ攻め切りがいいのかなっていうのはありますね。なのでまあ補正によってヒプノスが多いとかの時は、まあ、ここを入れたりとかね、まあ、両積みにしてみるっていうのも一つ手ではあると思うんで、その感じで使っていくといいんじゃないかなと思いますね。あとまあカップ戦においても活躍の可能性はありますけど、まあ、まず前提として混合デッキが、活躍できる環境じゃないと、まあ、この駒は使えないんで、まあ、そこもちょっと考慮しないといけないところではありますかね。はい。あと締め切りの方が HP 高いんで、そこも優秀ですよということは言っておきます。はい。はい、続いてラウラレーラ見ていきましょう。スキルが丸くばい条件のチャージ力ですね。1000から始まって毎ターン400チャージ最大2000と。で、コンボスキルがベノムマギアですね。これも丸くばい条件で、HP 減少してないほどダメージが上昇、最大1400の特殊、減少するほどダメージが上昇、最大1800の毒となっております。ということで、
まあ、毒歴記に入れたい1枚って感じですね。まだまだそのね、両面、スキルコンボ両面に毒の要素を持ってる駒っていうのが少ないんで、まあ、これはかなり優秀なんじゃないかなと思いますね。スタート値も高いしね。うん、なるスキルにもバフ乗るし、コンボスキルも後半になるとバフ乗ってくるんで、結構優秀かなって気はしてるね。ただまあ、それ以外のデッキは、やっぱり枠争いが激しいんで、基本的には入ってこないかなって感じはするね。で、ちょっとね、面白そうなのが、丸駒条件じゃないですか。なんで、あの毒デッキにちょっと神駒混ぜてね、まあマタンが主流だと思うんだけど、毒デッキってそこにあえて神駒を混ぜた魔獣の毒デッキみたいなのも面白そうだなとは思いましたね。はい。であとカップ戦見る人はこれは取っといた方がいい気がする。うん、同心持ってて、で神獣から魔獣まで幅広くいけるんで、これ結構ねカップ戦強駒になりそうな予感はしてるんでね、これはちょっと個人的に持っておきたいなって感じです。はい。ファイラスト C を見ていきましょう。スキルがマタン条件のアタック 1.9 倍、コンボスキルもマタン条件のアタック 1.6 倍となっております。ということで、もうシンプルに扱いやすいアタッカーですね。で火力も3000乗ってくるんで、これはね結構強いと思う。多分マナグリスタメン入っていいんじゃないかなと思いますね。はい。なんか使いやすくなった NK 細胞みたいな感じかな。うん、NK 細胞が確か3150とか出るんですよね。でこっちが3003ぐらいなんで、まあ、スキル火力負けてますけど、コンボスキルがね無条件 1.6 倍なんで、 NK 細胞はコンボスキルに2枚以上っていう条件があるんで、そういう複雑な条件がなくていつでも発動できて、この火力は強い。うん。で HP もまあ十分ですね。でしかもこれびっくりしたのが、アンネマリー強駒でね出てるアンネマリーがいて、僕それを前ね確かマナグリに入れて使ってたんですけど、あいつが相手駒ささやき3枚で、3049とかだったかな、ちょっと違ったら申し訳ないんですけど、まあでもそんぐらい出るんですよ。なのにこいついつでも打てて3003、これはね強いと思う。まあ、ただその代わりアンネマリーはね相手駒依存とはいえ、まあ、1.8 倍ねコンボスキル最大で出るのはあるんだけど、まあでも強いでしょこれは。なんでマナグリにスタメン張ると思うんで、マナグリ使ってる方はこれは取りに行っていいんじゃないかなと思いますね。さあ果たしてこのシーアの参加によってね、どれぐらいマナグリが強くなるかっていうのはちょっと見どころですよね。はい。はい、ということでガチ情報を見ていきましょう。ということでバトルブースターコレクション、新駒狙いたい人はこっちを引きましょうと。まあ新駒狙いたい人はこっちを引きましょうっていうか、多分今回ピックアップがないんで、まあこれを引くしかないですね。はい。で、チケットガチャがありまして、ミッション達成すると、2枚かな確かもらえるんで、これも取り逃さずに引きましょうと。そして今年のゴールデンウィーク逆転祭のキャンペーン見ていきましょうということで、今年のテーマゴールデンということでこちら。はい、ということで今回ですねパネルミッションが登場いたしますということで、このミッションクリアするとゴールデンコインというものが入手できますよと。そしてそのゴールデンコインっていうものを使って、ゴールデンコインガチャに挑戦ができますよと。でこのガチャ引くと、金または銀のオスロニア、最近ねあのエイプリルイベントに出ましたこちらのキャラクターが、出るかもしれませんよということですね。金を1体または銀を5体集めるとプレイヤータグが、ゲットできますよと。なんかあれみたいですね、なんかチョコボールの金のエンゼルみたいな感じで、まあ、イメージすると分かりやすいんじゃないかなと思いますね。はい。でこのパネルミッションなんですけど、このミッションっていうかキャンペーンがそもそも全部で5個に分かれてるらしくて、これ多分期間ごとに、1セットずつねミッションが解放されていく感じになると思いますと。でその第1弾が、7月11日の12時、このイベント開始と同時にやってきますよということで、早速ね挑戦して金のオスロニア目指してねゴールデンコインをゲットしましょう。そしてこのミッションがねタブ1からタブ5までの、5セットがあるって言ったと思うんだけど、このセットごとにコンプリート報酬でプロフィールキャラが手に入りますと。でどういうプロフィールキャラ手に入るかというと、黄金キャラクターのプロフィールが手に入りますということで、第1弾クリアすると、ガラムの黄金バージョンが手に入りますと。すごいですね、もう全部金ですね。はい、これが手に入りますよということなんで、これ欲しい方はねぜひコンプリート目指して頑張ってください。はい、そして来ました、もう恒例になってきましたけども、4月中は何かしらのガチャが10連無料で引けて、合計引くと220連無料で引けちゃうキャンペーンでございます。はい。でその第1弾が、歴代季節の S 確定バージョンとなっていまして、これが4月20日までやってますよと。で結構ね新しいところまで入ってるみたいですね。夏ティターニアが映ってるんでね。で、あの昔の駒だったりとか、あの被った駒だとしても結構ね季節駒の交換で使えたりするんで、ここは絶対に、ここはっていうかもうこの期間中はね毎日ログインして無料ガチャをね逃さないようにしましょう。そして逆転祭特別ログインボーナスありますよということで、ログインすると星のかけら10個、そしてスキン宝箱4つが手に入っちゃいますよということで、これも絶対に、逃さないようにしましょう。そしてアップデートきますということで、コマバンクから複数のキャラクターをまとめて売れる機能を実装予定ですということで、そう、今までコマバンクってね、1種類ずつしか売れなかったんだよね、コマがね。これがまとめてできるということで、
これでかいっすね。結構その逆転コインとか稼ぐためにコババンク整理とかね、定期的に僕するんですけど、めちゃくちゃありがたい。これはいいですね。はい、ということで今回紹介したバトルブースターは4月11日12時から登場となっております。ということで予想表を見ていきましょう。どうぞ。はい、ということで更新してまいりました。はい、こんな感じになってますね。でちょっとね、もともと強ゴマとバトルブースターがね、冒頭でも言った通り順番逆に予想してたんだけど、まあここが多分入れ替わる感じになりますかね。で今回イベント終わるのが15日なんで、4日間しかないんだよね。なので結構いつもよりも短めなイベントになってるんで、そこは気をつけてくださいというところでございます。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。